かビジュアライザーでも波形の変化が分かるんで、すごい分かりやすいですね。今回は SQ80V の LFO とミキサーについてやっていこうと思います。でまず LFO なんですけど、 LFO っていうのは低い周波数のオシレーターで各パラメーターを変調するっていう、まあ、シンセサイザーの変調では定番の機能です。で分かりやすい LFO の使い方っていうのは、まずピッチにかけるとビブラートですね。今 LFO1 でオシレーター1のピッチを変調しています。でこのヘルツで周期 LFO のスピードをコントロールします。でアンプで変調の深さですね。でフィルターにかけるとオートワウ。でこのヘルツはテンポに同期も可能です。でボリュームにかけるとトレモロ的な効果を得ることが可能です。じゃあ分かりやすいところでピッチで変調していきます。で LFO の波形はまずトライアングル、ランプ、上昇していく感じですよね。スクエア、ノイズ、サイン波、ノコギリ波、これは加工していく感じですね。でこの LFO のヘルツとアンプはモジュレーションで変調することが可能です。で前回やったエンベロープでちょっと変調してみます。この MSEG のエンベロープは LFO 的な使い方ができるんで、ちょっとこれでループでLFO1 のスピードを変調します。なかなかいい感じのサウンドになってきました。でこのイニシャルは LFO 出力の初期レベルを設定します。でディレイはイニシャルレベルからアンプレベルに達するまでの時間を設定します。まあ LFO のかかり始める時間って感じですね。でリセットをオンにするとノートのたびにLFO の波形が最初からスタートします。でヒューマンはオンの場合 LFO の各パラメーターの設定値がわずかにランダムに変化します。でポリは LFO をポリフォニック動作にします。で今度はピッチじゃなくてトランスウェーブのポジションを変調してみます。
じゃあエンベロープの位置で LFO のアンプを変調してみます。まあ、波形が動くんですごい分かりやすいですよね。じゃあミキサーをやっていきます。でミキサーっていうのは2つのモジュレーション信号をミックスさせてまた別の波形を作って変調するっていう機能です。まあ、このビジュアライザーに常に波形が映ってるんですごい分かりやすいと思います。まずミックスする変調のパラメータを選択します。でとりあえず LFO1 と LFO2 を選択します。じゃあ LFO2 はスクエア波を選択します。でアマウントでレベルを上げます。ビジュアライザーの波形がミックスされて変化しているのが分かります。でピッチのモジュレーションソースをモッドミキサーを選択します。オシレーター1とオシレーター2が LFO1 と LFO2 がミックスされた波形で変調しています。ビジュアライザーでも波形の変化が分かるんですごい分かりやすいですね。じゃあこれがマルチプライでこのじゃあ DIFF っていうのを選択します。じゃあデバイド、クロスフェード、ラグ、これ緩やかな感じですよね。でサム、なんか面白い変調できそうですね。じゃあまたトランスウェーブちょっと変調していきます。モジュレーションホイールなんか割り当てても面白いですね。ちょっとサンプル&ホールドがないのが残念なんですけど、それは MSEG のエンベロープでカバーする感じですかね。こんな感じで SQ80 の変調は、まあ、定番のユラス系のものからこういうミキサーを使った複雑な変調まで可能で、いろいろ楽しんで、ぜひいろいろ試してみてください。